はい、また一冊の本をご紹介いたします。佐々木健二さんという方が書かれた、なぜあなたはその仕事を先送りしてしまうのかと、行動のための自己変革トレーニングと、こういう本ですね。佐々木健二さん、心理カウンセラーの方だそうです。で、行動に移すためのですね、ステップということで3つ、思考レベル、感情レベル、行動レベルでですね、それぞれその先送りしてしまうような要因を取り除くためのですね、考え方といいますか、スキルといいますかね、そういったものが解説、分かりやすく解説されていて、大いに参考にさせていただきました。結構前の本なんですね。私が持っているのは2005年に発行されたと書いています。で、当時ですね、先送り、これ私は仕事上ですね、一旦お客様になっていただいた方とですね、親交といいますか、深くお付き合いさせていただくのは、いいんですけども、当時どちらかというと新規開拓ですね、新規のお客様に対するアプローチというのが苦手というかですね、苦手意識がありまして、先送りしていたことが多かったもんですから、なんとかならないかと思って読んでみたんですけれども、それぞれですね、参考にさせていただいたんですけれども、特にですね、行動レベルで、他の本でもよく書いてあるかも分かりませんけれども、アウト・オブ・ザ・ボックス・アプローチというようなですね、一つそういう考え方が紹介されていて、なんでその自分はこういうことが先送りしてしまうんだろうとかっていうことをですね、深く考えるのではなくて、もし自分がその何々できる、何々する人だとしたらですね、もしそういうふうに仮定したら、何を考えてまず何をするだろうかと、ね、新規体開拓ができる人だとしたら何を考えてまず何をするだろうかと、そういうような考え方ですよね。もう具体的な行動、問題解決にできる方法ですね、考える際に、制限とか限界を取り除く、スキルの一つですよね。それが結構しっくりいって役に立ったのを覚えています。で、今現在はですね、全然心理開拓というのは全然苦手意識がなくなっているんですけれども、当時大変役に立ったというか、活用させていただいた本ですね。で、そういった心理学の、これはアメリカの臨床心理学者の方の用いている方法を紹介されたって書いてますけども、そういった内容、以外にもですね、最後の方はもう非常に東洋的なというかですね、執着を手放すなんていうですね、考え方も書かれています。人間万事作用が馬なんていうですね、言葉もありますけれども、そういったものを引いたりしてですね、できることはちゃんとやった上で執着しすぎないというバランス感覚も大切ですよとかですね、そういった表現がありましてね、自分がやりたいことをやって人に喜ばれることもやるんだと、でそういうことを迷わず焦らず自然体に考えると、そういうようなことも大事ですと、執着を手放すというようなこともですね、結構肩肘張ったっていうかですね、なんとかしたいっていう思いをですね、すっきりしてですね、無駄な力が抜けるようなですね、感想を持ったのを覚えてます。今でも折に触れてですね、読み返しています。そういう本ですね、ご紹介いたしました。